レトロハートミュージックのドンテってみよう。はい、2020年3月号始まりました。ウクレレとレトロをこよなく愛するレレトロハートミュージック、ウクレレ担当のヒデピンです。今月はですね、ピノさんが春休みということで、曲数はですね、今月は2曲、まあ、先月まで毎月5曲やりますと豪語してたんですけれども、メレフラの曲を1曲と日本語ハワイアンを1曲お届けします。メレフラの方は、プアマナーですね、これはアームガード・ファーデンさんという方が書いた曲なんですけども、彼女はですね200以上を作曲してですね、ハワイではリリー・オカラニ女王の次に、優れた女性のソングライターと言われているそうです。このプアマナーというタイトルなんですけども、これ家の名前ですね。彼女の両親がですね、マウイ島のラハイナに家を建てたんですけれども、その家の前の通りの名前がプアマナで、その名前をそのまま家に付けたということだそうです。彼女11人兄弟で、まあ、一家団らんを過ごした思い出深い家だという。これ彼女は、モロカイ島で学校の先生をされてたみたいなんですけども、当時、まあ、家に帰ってリビングかなんかでピアノ弾いてたらこの曲ができたそう で家族でどんな歌詞がいいかっていうのを考えて、でその作った英語の歌詞をお父さんがハワイ語に翻訳してできたのがこのプアマナという曲だそうです。はい、はい、2曲目、日本語ハワイアン南国の夜なんですけれども、こちらはですね、もともとはメキシコの曲、オーガスティン・ララさんという方が作った曲だそうです。はい、1月号のバリバリの浜辺と同じくですね、日本だけのハワイアンなんですけれども、最初はですね、レコードになったのはハイダ兄弟と南の楽団、これ1943年ですね。その後大橋節夫さんですとか、バッキー白方さんがスチールギターでいたりですとか、日野照子さんが歌ったりですとか、まあ、石原裕次郎さんも歌われてるんですけれども、ハワイアンのそうそうたるメンバーの方たちがこの曲を取り上げて演奏されたり歌ったりしているので、まあ、日本ではこれハワイアンということになったんだと思います。はい、それではプアマナと南国の夜、2曲続けてお聴きください。
楽しみいただけましたでしょうか。さあピノさん、来月は戻ってくるんでしょうか。長い春休みになるんでしょうか。5曲できるんでしょうか。まあ、数々の謎を残しながら、レレトロハートミュージックのドンとやってみよう。また来月お会いしましょう。アロハ。